ジョージ・ハーマン・ドゥース・ジュニアは、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身の元プロ野球選手。愛称は、バンビーノ。童顔であったことから願望を表すベイビーをもじり、ベイブとも呼ばれていた。最初に、アメリカ野球殿堂入りを果たした5人の中の1人で、あり、本類な50本以上のシーズン記録を初めて達成した。 1927年に記録したシーズン60本塁打は、1961年にロジャー・マリスによって破られるまでの34年間 MLB 最多記録であった。また、生涯通算本塁打数714本も1974年にハンク・アーロンに破られるまで39年間 MLB 最多であった。ブラックソックス事件による当時の球界への不信感を、 豪快な本塁打の連発により払拭するにとどまらず、さらに野球人気を高めることに成功した。アメリカ国内において、数多いプロスポーツの一つに過ぎなくなっていた野球を、最大の人気スポーツにしたことで、野球の神様、アメリカ球界最大の巨人の一人と評されている。メリーランド州ボルチモアシピグタウンへ森通り216番地に、生まれた。 ドイツ系移民であった両親のジョージ・ハーマンシニアと、ケイトは、ガムデン通り添いで酒場を自営しており、家族は、その2階で暮らしていた。ケイトはルースを含めて、生涯に9人の子供を産んだが、成人期を迎えることができたのは、ルースと5歳年下の妹マミーの2人だけであった。ルースは後年、自らの幼年期を振り返って、大変だったと語っている。母は病弱であり、父は、 酒場の仕事で忙しく、息子の世話に関わっている余裕は、ほとんどなかった。そのため、両親から適切な教育を受ける機会のなかったルースは、大人の手にも余るわんぱく坊主へと成長し、勉強も完全におろそかになってからは、学校をサボっては通りをうろつき、町の不良たちと喧嘩に明け暮れ、商店の品物を万引きしたり、酒を飲んだりタバコを吸ったりするなど、 様々な飛行に手を染めた悪道であった。7歳になった頃にはすでに両親の手には負えなくなり、セントメアリー少年工業学校という全寮制の共生学校健康人員に送られた。ルースはその後の12年間をセントメアリーで過ごすことになる。そこで少年たちの教官を務めていたローマカトリックの神父、ブラザーマシアスバウトラーと出会い、野球を教わったことが、 ルースの人生に決定的な影響をもたらすことになった。以後、ルースは生涯にわたってマシアスを恩師と仰いだ。マシアスはルースに勉強や洋服の仕立て方を教え、休みの時間には野球のルールや打撃、守備のやり方などを教えた。ルースはその他に学校の吹奏楽部と演劇部にも所属していた。ルースの自伝によると、マシアスは大変な美男で、 外の世界に出れば、すぐに俳優として活躍できるのではないかと思えるほど見た目が良かった上に、身長6フィート6インチ、体重250ポンドという堂々たる体格の大男であり、ルースは初めてマシアスと対面した瞬間から、それまでに体験したことのない威圧感と意見の念を覚えたという。また、 マシアスはバットを片手で振るだけで、ボロ布で作った粗末なボールを100メートル以上も飛ばせるほどの腕力の持ち主であった。当時、セントメアリーには800人ほどの少年が収容されており、20から30人ほどのブラザーが少年たちの教官を務めていたが、その中でもマシアスほど少年たちから慕われていた教官は他にいなかったとルースは語っており、実際にもマシアスは、 ルースの卒業後にセントメアリーの校長に昇格している。また、ルースがマシアスを尊敬していたエピソードとして、ルースは歩く時に内股にして足を引きずる癖があったが、これはマシアスの癖を真似たものであり、その癖は生涯治らなかった。なお、ルースが23歳の時、ルースの父は自身が経営していた酒場で客同士の喧嘩に巻き込まれて命を落としている。 しかし、ルースは、母が亡くなった時には、非常に悲しんだものの、父とは疎遠であり、父が亡くなった時にはそれほど悲しんだ様子はなかったと言う。もともと酒場で年中働き詰めだった父とは顔を合わせることも少なく、7歳の時からセントメアリーで、実の父よりも長い期間を、マシアスと共に過ごしたルースにとっては、マシアスこそが、育ての父であった。 1913年野球部のエースとして君臨していたルースの活躍は偶然試合を見に来ていたジョー・エンジェルの目に留まる。ワシントン・セネターズの投手であったエンジェルはすぐにボルチモア・オリオールズのオーナー兼監督のジャック・ダンにルースを紹介した。その場でルースの練習風景を30分ほど見たダンは即座に年給600ドルの契約を結ぶ。 これは1914年2月14日、ルースが19歳の時のことであった。ルースはこの時のことについて、もともと仕立て屋として就職する予定であり、手先が大事な仕事だから、野球はもうやめようと決意していただけに、歓喜はあまりない嬉しさがあったと語っている。外部から隔離された、全寮制の強制学校での生活が長かったためか、世間知らずで子供じみたところのあったルースは、 早速、チームメイトたちから、ジャックの新しいベーブと揶揄されるようになる。この時の、ベーブというあだ名は、生涯残ることになり、以後、ベーブルースとして周りから呼ばれるようになった。なお、オリオールズ時代以降のチームメイトは、ベーブを、意図的に避け、ジョージ、ジッジ、バムなどと呼んでいたりした。1914年7月7日、ダンはルースを、他の2名の選手と、 セットにして、金銭トレードに出す計画を立てていた。相手チームは、フィラデルフィアアスレチックスであった。しかし、ダンが要求していた1万ドルという額により、交渉は決裂。オリオールズが、業務提携を結んでいた、シシンシナティレッツとも決裂した。ボストンレッドソックス時代1914年7月9日には、ボストンレッドソックスのオーナー、ジョーランニンと交渉を成立させる。 金額については、諸説あり、不明である。メジャーリーグデビューとなった1914年、ルースは5試合に出場し、そのうちの4試合は、投手として、マウンドに登った。デビュー戦となった7月11日には、初登板初勝利を記録する。しかし、当時のレッドソックスは、スター選手を多く抱えており、登板機会がさほど与えられないままマイナーへ、降格された。ルースが、 登板できないなら打撃で貢献しようとバッティング練習をすれば自身のバットを折られる等の嫌がらせにもあったというがルースはどこからか古いバットを見つけてきてバッティング練習を続けたというまたルースに代打が送られることもあるなど後に本塁打王と呼ばれる選手にふさわしくない処遇であったルースが送られたインターナショナルリーグ所属のプロビデンスグレーズは あとの200勝投手カールメイズも所属しており、見事にリーグ優勝を果たす。シーズン後の1914年10月17日に、ルースはボストンで知り合ったウェイトレスのヘレン・ウッド・フォードと結婚した。1915年、シーズン前の春季キャンプにて、レッドソックスの先発ローテーション入りを果たす。同年、ルースは18勝8敗の好成績を挙げ、レッドソックスは、 アメリカンリーグのペナントを制した。また、バッティングでもチームに貢献しており、打率、315に加えて、本塁打を4本打っている。レッドソックスは4勝1敗で、ワールドシリーズを制したが、ルースに登板の機会はなく、唯一の打席でも、内野ゴロに終わっている。1916年、若干春季キャンプで苦しむものの、23勝12敗、防御率1.75。 急完封を上げる。防御率と完封数はリーグ1位であり、完封数は1978年にロン・ギドリーが並ぶまで、左投手としてはリーグ記録であった。同年6月27日のフィラデルフィア・アスレチックス戦では、自己最多の10奪三振を奪ったり、大投手、ウォルター・チョンソンに投げ勝ったりするなど、ルースは投手としての実績を着々と積んでいった。 一方で、チームの攻撃力は、主力のトリススピーカーが、クリーブランド・インディアンスへ移籍したことでだいぶ、弱まっていた。それでもレッドソックスは、投手陣の踏ん張りでサイドワールドシリーズに進出。ルースは14イニング1失点の成績で、ブルックリン・ロビンスを4勝1敗の成績で破った。1917年もルースは、大活躍を見せ、24勝13敗。 防御率2.01、6完風に打率、325の成績を残す。しかしチームは100勝を挙げた、シカゴ・ホワイトソックスの快進撃に及ばず、9ゲーム差の2位に終わった。6月23日のワシントン・セネターズ戦では、先頭打者に支球を与えた後怒りに狂い、審判を殴ってしまう。これにより、ルースには10試合の出場停止処分が下された。 その後7月11日の試合はデトロイトタイガースに対して1から0の1アンダーカンプー勝利を挙げる。ルースはこの試合を現役生活で一番興奮した試合と後年に振り返っている。1918年は20試合に投げ13勝7敗防御率2.22を挙げる。また11本塁打を放って生涯初となる本塁打王のタイトルを獲得した。 これは現在メジャー唯一となる同一年度での10勝かつ10本類だでもあった。この年以降ルースは主に外野手として起用された。同年は7月に監督と口論になり、一時期チームの帯同から外れていたため、若干成績に落ち込みが見られるシーズンであった。チームはワールドシリーズに出場し、ルースは第1戦と第4戦の先発投手を任された。 両試合ともに勝ち星を挙げ、17回を投げ自席点に、防御率は1.06を残す。ワールドシリーズでの連続無失点イニング数は29回と3分の2を記録し、これはホワイトフォードが1961年に破るまで MLB 記録であった。なお、この年の右翼席へ打ち返した打球が、当時のルールで、さよなら三塁だと認定されたので、ルースは、 現行ルールでは通算715本の本類打を放っていることになる。打者としての対等1915年から1917年にかけてルースが投手以外で起用されたのはたったの44試合であった。1917年のシーズン終了後チームメイトであったハリー・フーパーはルースは野手として毎日試合に出場した方が価値は上がると提言をしている。 ルースが外野を守る回数が増え、投板する機会が減っていったのは1918年からで、ある。かつてのチームメイトであるトリス・スピーカーは、投手でありながら投板のない日に野手として、試合に出るのは馬鹿げたことだと話し、この転向が、ルースの選手生命を縮めるかもしれないと見ていたが、ルース自身は、打撃の方に関心が移っていき、本格的に野手に転向することになる。 この年、ルースは打率321本塁打をレギュラーや主としては圧倒的に少ない317打数で達成している。そして1919 19年には130試合に出場するもわずか17試合にしか登板しなかった。同年に放った29本塁打は当時の MLB 記録である。当時ホームランはシーズンで2桁打てば相当なスラッガーであり。 最初期の飛球をワンバウンドで取ってもアウトというルールの影響から本塁打自体の評価も低かった。そのため29という本数は驚異的で本数を重ねるうちに過去の MLB の本塁打数記録が調べ直され本塁打記録が1884年のネット・ウィリアムソンの27本に修正されるなどそれだけ当時としても驚異の本数だった。 ルースの登場により、飛ばない、ボールのデッドボール時代が終わり、本類だが量産される、ライブボール時代が始まった。タイカップと1920年、ルースの猛打の噂はしばたたく間に広がって、プレーを一目見たさに大観衆が詰めかけた。第一次世界大戦終戦による解放感、さらには未曾有の後継機から、大衆は華やかで、派手で、 爽快なパフォーマンスを求めており、ルースの特大ホームランはその望みにぴったりだった。ルースの名声が高まるとともに、その道回りも広がっていき、オリオールズ時代のチームメイトは、ルースの胃袋の大きさに驚いたという。1919年には、ルースの肉体は1916年当時の背の高い、アスリートらしい姿から、丸々と太った体型に変化していた。 こうした逆だるのような上半身に対し筋肉質の下半身はおかしなほど細く見えたが二桁盗塁を5回記録するなど走者としても野手としても問題はなかったルースのライバルといえる大打者のタイカップも後年にルースを太っている割には走るのが早かったと述べているまたタイカップはもしルースが最初から野手として起用されていたら もっと本類打数は伸びていたのではないか、という意見に対し、ルースは投手だったから、あの大振りが許されたんだ。もし野手だったらもっと粘ったり、当てに行く打ち方が求められただろう。大振りして無様な三振をしようものなら、それも奴は若造だったから、大目玉を食らっていただろうよ。だけど、奴は投手だったから誰も気にしなかった。だから、 奴は自分なりの打ち方をいろいろ試すことができて、打者転向の頃には、格好たるものに仕上がっていたんだよと分析している。1919年12月26日、レッドソックスのオーナーであったハリー・フレイジーは、ルースをニューヨーク・ヤンキースへと、金銭トレードで放出する。有名な定説によれば、当時劇場を経営していたフレイジーは、ノー、ノー。 ナネッテというブロードウェイ劇の予算を賄うために、ルースをはじめとした有力選手を他球団に売却したとされている。しかし、この売却には、ルース自身の高騰する年俸も大きく関わっていた。1919年シーズン終了後、ルースは前年の給料の2倍である2万ドルを要求した。これを拒否したフレイジーに対し、ルースは引退をちらつかせるなどの強行行為に出た。 我慢がならなくなったフレイジーは、結局ルースをトレードに出すことにする。当時、ルースのトレードの交渉相手となってくれたのは、シカゴホワイトソックスとヤンキースの2球団のみであった。他の5球団は、フレイジーを、レッドソックスの経営陣から追い出そうとしていた、リーグ会長のバンジョンソンによる差し金により、そもそも交渉のテーブルについてさえくれなかった。ホワイトソックスは、 シューレス・ジョージャクソンに加えて6万ドルを提示するも、ヤンキースのジャイコブルパートとティリンゴースト・ヒューストン・両、オーナーは金銭のみで10万ドルを提示。12月26日には、ヤンキースとの交渉がまとまり、その10日後には、正式に発表された。レッドソックスにとっては、これが長らく言われる、失敗トレードとなり、長く、ワールドシリーズを勝てないジンクスが生まれ、 バンビーノの呪いと揶揄される原因となった。ニューヨークヤンキース時代ヤンキースに移籍後のルースは、投手から打者へと完全に移行していた。ヤンキースでの15年間で2000試合以上に出場したが、投手としてマウンドに上がったのはそのうちのわずか5回である。その全てで勝ち投手となっており、登板は元投手であるベーブルースのデモンストレーションや、ファンサービスの意味合いが強かった。 ヤンキースでのデビュー年となった1920年には、もうこれ以上の本類打記録は生まれないだろう。去年が異常だっただけであれほどの本類打数は期待できない。20本打てれば上出来だろうと言われながら、ルースは打率。376、54本類打を記録し、周囲を強嘆させる。同年に記録した超打率。847は2001年まで。 MLB 記録であった。この年に、ルースが放った54本塁打というのは異常な数値であり、2位はセントルイスブラウンズの強打者、ジョージ・シスラーの19本と約3倍の差で突き放す、圧倒的な数だった。また、ルースよりも多く本塁打を打ったチームはフィラデルフィア・フィリーズのみであった。ヤンキース第1期黄金期、本塁打。 記録1921年から1928年まで、ヤンキースは第1黄金時代を迎え、アメリカンリーグで6回優勝し、ワールドシリーズで3回優勝した。その中でルースは、1921年、もうこれ以上の本塁打記録は生まれないと言われた、本塁打記録をさらに更新する活躍を見せた。打率、378、59本塁打を記録し、 ヤンキースをチーム史上初のリーグ優勝に導く。7月18日には現役通算139本目の本塁打を放ち、それまでの通算本塁打王だったロジャー・コナーの記録をたった8年のプロ生活で更新する。ルースの名前はもはや本塁打の同義語として扱われ、野球というスポーツ自体に新しくパワーの概念を導入した。 ルースが打った中で一番大きな本塁打は1921年7月18日にデトロイトのネビンフィールドでの一本と言われている。センター場外に消えていった打球は175メートルの特大弾であった。1921年当時は今と多少ホームランに関するルールが異なっていたため、もし現行のルールでルースがシーズンを送っていたら彼はこの年に104本の本塁打を 記録していただろうという研究もある。ビル・ジェンキンソンが2006年に執筆した本ザイヤー・ベイブ・ルース・ヒット104ホームランズによれば1931年までアメリカンリーグではファウルポールに直撃した打球はエンタイトルツーベース扱いであった。またフェアゾーンでフェンスを越えファウルポールを巻いて ファウルゾーンに落ちた打球は今では当然のごとく本塁打扱いであるが当時はファウルであった。これらデータをすべて集計するとジェンキンソンによればルースは104本塁打を記録していたとしている。それでもルースがこの年に記録した総塁打数、超打数、出塁数は未だに MLB 記録である。ヤンキースは1921年にワールドシリーズまで進出した際、 非常に高い期待を背負っていた。相手チームのニューヨークジャイアンツに対して最初の2試合を勝利したが、ルースが第2戦で盗塁をした際に肘を故障。結果的にルースは残りの試合を欠場し、ヤンキースもジャイアンツに敗れた。このワールドシリーズではルースは打率316、1本塁打5打点を記録している。この直後にルースはまた不祥事に巻き込まれることになる。 ワールドシリーズ終了後、ルースは地方巡業に参加したのだが、当時はシリーズ出場選手がオフに商業試合への出場が禁止されていた。選手が勝手にワールドシリーズの再戦と題した試合をオフに組むことで、シリーズ自体の商品価値を下げないようにするのがルールの目的であった。これを受け、当時のコミッショナー、ケネスオー・ランディスはルースを1922年シーズンの 最初の6週間を出場停止とした。なお、この年にルースはコロンビア大学に打撃に関する研究のため招かれた。その結果、研究者はルースが最も強打できるコースは外角膝上の高さであることを発見した。さらに、完璧な打撃をした場合のスイングスピードは秒速34メートルで、ボールの飛距離は140から150メートルにまで。 達するということが分かった。また、異なるサイズの小さな穴に棒を差し込んでいくことで根気を調べる臨床試験では、ルースは500人の被験者仲裁行為を示した。他にも、ルースの目は、暗室で点灯する電球に対して常人よりも20ミリ秒、早く反応するなど、いずれも超人的な計測結果を記録した。このことを、チームメイトのジョーデュガンは、 ルースは普通に生まれたんじゃない。奴は木から落っこちてきたのさと表現している。1922年5月20日に処分が解けた。ルースはヤンキースのキャプテンに就任する。しかし、その5日後に審判に泥を投げて退場処分を受け、さらには観客と乱闘をするという集大をさらしたために、キャプテン職は剥奪された。同年、ルースは110試合に出場し、 ダリズ。315、35本塁が99打点を記録する。この年もヤンキースはワールドシリーズに出場し、再度ニューヨークジャイアンツと戦うが、またもチームは敗退。ジャイアンツの監督ジョン・マグローは、自チームの投手に、ルースにはカーブしか投げるなと伝え、これが功を奏してルースは17打席でわずかに、あんだという大スランプでシリーズを終えた。 1923年にヤンキースは本拠地をそれまでジャイアンツから曲がりしていたに過ぎないポログラウンズからヤンキースタジアムへと移転する。ルースが建てた家と呼ばれたこの球場が会場した試合で第1号本塁打を記録したのはルースであった。この時のバットは2004年12月2日に126万5000ドルで落札され最も高価で販売された野球バットとして ギネス世界記録に認定された。1923年シーズンを、ルースは自己最高打率393、41本塁打を記録。この年も3年連続でワールドシリーズの組み合わせがヤンキース対ジャイアンツになったが、ルースは過去2年間の鬱憤を晴らすかのように猛打が爆発、打率368、3本塁打に、 超打率は1.000を記録した。ヤンキースはチーム初のワールドチャンピオンに輝いた。左からジョージシスラー、ベイブルース、タイカップルースは1924年も三冠王級の活躍を成し遂げる。打率378で自身唯一の首位打者に輝くと MLB1 位の46本塁打を記録。121打点は グース・ゴスリンの129にわずかに届かない2位であった。この年、ヤンキースはワシントン・セネターズに2ゲーム差で2位に終わった。ここまで好成績を残してきたルースではあったが、1925年にはプロ入り後初めての挫折に見舞われる。試合前にホットドッグやソーダ水を飲み続けるなどの不節制、性病、そしてアルコール型などにより、 高熱や腹痛に悩まされるようになった。正確な病院は現在でも不明ではあるが、この年のルースはヤンキースでの生活の中で最低のシーズンを送る。ヤンキースも69勝85敗と大きく負け越した。1926年は1年発起して、それまでの不節制な生活を改めて練習に打ち込み、打率372、47本塁が、 146、14打点と成績を回復させた。ヤンキースは、リーグ優勝を果たし、ワールドシリーズへと駒を進めるが、ロジャース・ホーンスビー要する、セントルイス・カージナルスに3勝4敗で敗れた。ルース自身は、第4戦に3本の本塁打を放つなどバットでは、貢献するものの、ソウルイミスを犯す。2対3と、ヤンキースが1点差を追っていた第7戦、9回裏に、 アウトで一塁走者だったルースは、果敢にも二塁盗塁を狙うも、あっけなく刺されてしまい、チームは敗退。これは、ワールドシリーズ史上唯一、シリーズが盗塁死で終わったケースとなっている。なお、この1926年のワールドシリーズでは、ルースは、病の床にあった11歳の少年、ジョニー・シルベスターにホームランを打つことを約束し、実際に打っている。 1927年のヤンキースは歴史的なチームであり、その打線はあまりの強烈ぶりから殺人打線と呼ばれていた。チームはリーグ記録となる110勝を達成し、19ゲーム差でリーグ制覇。ワールドシリーズでもピッツバーグパイレーツ相手に4連勝でワールドチャンピオンに輝き、見事な形でシーズンを終えた。チームの順位は早々と決してしまっていたので、 国民全体の期待はルースが何本の本類だを打つのかというところに注がれた。それまでの記録はルース自身が持つ59本であったが、それにはいくつもの高いハードルがあった。59本を達成した1921年当時と比べ、当時はまともにルースと勝負しなくなっており、長年の不摂生から来る故障なども抱えていた。だが、六十号を達成するには、 プラスの要素もあった。強力な打線ゆえに打席がたくさん回ること、そして、チームメイトであり自ら打撃を指導するなどしていたルー、ゲーリックの対等である。実際、シーズンの途中までは、ゲーリックは、ルースの本塁打数を上回るなど活躍。9月の1ヶ月間で、ルースが17本塁打を放つなどして追い抜いて、9月30日には60号を達成するが、後年、ルースは、 ゲイリュックの存在が大きく、彼がいたから、相手投手も、ルースと、勝負せざるを得なくなっていたと述べている。なお、この65本塁打の有名な記録映画があるが、ヤンキースは1928年まで、背番号を採用していなかったにもかかわらず、背中にくっきりと、背番号、3がある。後に撮影したものを、脚色や編集したものと見られている。 151試合の出場で60本塁打に加え、ルースは打率35、356 16、164打点、超打率、772を記録、実に4度目の本塁打記録更新であった。1928年もヤンキースにとっては、良いスタートとなり、7月の時点で2位のチームを13ゲーム差で、突き放すことに成功していたが、その後は怪我人の増加に、 投手陣の崩壊なども重なり、チームは停滞。その間、フィラデルフィアアスレチックスが快進撃を遂げ、9月に一瞬だけ1位を奪還することに成功。しかし同月のヤンキース対アスレチックス4連戦で、ヤンキースが参照し、首位の座を再奪還することになる。ルースの成績もチームのパフォーマンスと比例していた。自身もチーム同様、ロケットスタートに成功し、 8月1日の時点では42本塁打を放っていた。これは前年の60本ペースをさらに上回るものであった。ところがシーズン後半にはかかとの痛みに悩まされ、最後の2ヶ月ではたったの12本しか本塁打を打つことができなかった。それでも最終的にシーズン54本塁打を残し、自身4回目の50本塁打を記録することとなった。 1928年のワールドシリーズは1926年シリーズの再戦となった。対戦相手のカージナルスはホーンスビーがトレードで対談していた以外は2年前のチームとは変わっていなかった。このシリーズではルースが打率625を記録し第4戦では再度三3本の本塁打を放つ。さらにゲイリュックも打率四十五を記録し ヤンキースはカージナルス相手に3連勝を記録。ヤンキースはワールドシリーズでの4連勝を2年連続で達成した初のチームとなった。予告ホームラン、極東遠征、遺跡フロリダ保養地でアルスミス全ニューヨーク州知事と1929年にはヤンキースは4年ぶりにワールドシリーズ進出を逃した。一方でルースは1929年から1931年に かけて3年連続で本塁王を獲得した。1930年シーズンの途中には、1921年以来、初めてマウンドに上がり、関東勝利を挙げている。また、同年に、ヤンキースは、日常的に背番号制を導入した初めての、球団となった。当時の背番号は打順を表し、ルースは、日頃3番打者を務めていたため、3が与えられた。 1932年にはヤンキースはジョー・マッカーシー監督の下で107勝47敗とリーグ優勝を成し遂げ、ルースも打率341、41本塁打137打点を記録。ワールドシリーズではギャビー・ハートネット率いるシカゴ・カブスと対戦し4連勝でカブスを下した。このシリーズの第三戦でルースは九死に残る有名な 予告ホームランを放つ。打席に立ったルースは、ガイアフェンスを指差し、その後に放った打球は、実際にバックスクリーンに一直線の本塁打となった。37歳になっていたルースだが、ボールは490フィートも飛んだのでは、と言われている。長年にわたって、論争の的となってきたのは、本当にルースはスタンドを指差したのか、という疑問である。 対戦相手のカブスの投手チャーリー・ルートは、ルースの予告ホームランを真っ向から否定しており、第3球目のモーションに移る前に、この野郎、俺を三振させるには、もう一つストライクを投げなければダメなんだぞと怒なって、人差し指を突き出してきた。その後にたまたまセンターのスタンドに飛び込んだので、あんな話が出来上がってしまったのだと述べている。しかしながら、ルートには、 投球時にわずかに振り向くという癖があり、他の出場選手は、ルートはターンに、ルースの動作を見逃しただけではないかと証言した。ホームランに関する公式のフィルムはない。スタンドで観戦していた観客の撮影した、家庭用フィルムを見ても、真偽は不明である。ただし、投手方向に向かって、指を指している姿は確認できる。この予告ホームランについてルースは、次元の中で、 ブラッシュボールが来て頭に来ていたのでよく覚えていないがスタンドを指さすのはこの時以外にもドキドキあって実際に本塁打を打ったと記している。なお、この本塁打はルースがワールドシリーズで放った最後のヒットとなった。1933年にもルースは好成績を残し打率301、34本塁打103打点を記録するとともに リーグ最多の114支給を記録。この年、初めてのオールスターゲームが、シカゴのコミスキーパークにて開催され、ルースは、オールスター史上、第1号本塁打を放つ。この時に打った2ランホームランにより、アメリカンリーグは、ナショナルリーグを4から2で下した。1933年シーズン終盤には、投手として1試合だけマウンドに上がり、関東勝利を挙げる。 投手としての最後の登板となった。ヤンキース時代における投手としての出場は5試合であり、主にファンサービスのためではあったが、その全てで勝ち投手となっている。ルースは現役通算で投手としては94勝46敗という数字を残している。1934年打率288、22本塁打を記録し、2年連続でオールスターに選出される。 オールスターゲームではカール・ハッペルが5連続脱三振を成し遂げ、ルースは不名誉にもその一人目の打者であった。1934年シーズンはルースがヤンキースの一員としてプレーした最後の1年であったがヤンキースタジアムでの最終戦ではたったの2000人しか観客がいなかった。ルースはこの時点で個人的な目標だった700本塁打を達成しており、 いつでも引退する要因はできていた。この後、ルースはメジャーリーグ選抜軍として極東遠征に出る。22試合のうち、ほとんどは日本開催であった。選抜軍には、ルースの他にも、ゲイリック、ジミー・フォックス、レフティ、ゴメス、アール・アベリル、チャーリー・ゲイリンジャーなどが参加していた。野球はすでに日本でも人気であり、ルースも各地で歓迎を受けた。 この極東遠征は日本における野球人気の形成に大きく寄与したと考えられており、1936年には日本は初のプロ野球リーグを形成する。この頃になるとルースは自身の選手としての終わりが近づいていることは悟っていた。すでに心はヤンキースの監督になることを目指しており、マッカーシー監督の公認になる希望を隠しきれずにいた。 しかしオーナーのルパートはマッカーシーを辞めさせる気はなく、逆にこれはルースとマッカーシーの間に大きな圧力を残した。ルパートはルースにヤンキース参加のマイナーリーグチーム、ニューアークベアーズの監督にならないかというオファーを出し、ヤンキースの監督になるならマイナーで監督経験を積んでくるよう言った。その場合はマイナーの指揮を取るため、 選手としては引退しなければならなかったが、ちょうど引退を考えていたルースは検討することにした。しかし、ルースの妻であった、クレール・メリット・ホジソンと彼のマネージャーはオファーを蹴るようにとのアドバイスを出す。そのため、選手としてもう一年ヤンキースでプレーするつもりでいたが、ヤンキースの年俸提示はわずか1ドルというものであり、これを受けてヤンキースを出ることを決めた。 ルースを雇うことを真剣に考えているチームはフィラデルフィアアスレチックスとデトロイトタイガースの2チームのみであった。アスレチックスのオーナー兼監督のコニー・マックはルースのために監督の座を降りることを検討していたが後にルースが監督になったら実質の派遣を握るのは彼の妻になると考え撤退した。同時期にはタイガースも撤退しルパートは真剣に ルースの引き取り手を探すことになる。そこで名乗りが上がったのが、ボストンブレーブスのオーナー、エミル・フッシュで、ようやく、ルースを引き取ることに合意した。ブレーブスは、それなりのチームとして、結果を残していたが、フッシュは負債に悩んでおり、本拠地、ブレーブスフィールドの家賃を払えない状態でいた。そのため、集客力のあるルースはちょうど良い補強であった。電話に文書に会議を重ね、 ヤンキースはようやく1935年2月26日にルースをブレーブスにトレードした。ルースは選手としてだけではなくチームの副代表として選手の獲得や人事に関する権限を握ることになる。また、ブレーブス監督ビルマケシュニーに仕える助監督にも就任した。さらにフッシュはルースに球団の利益の分け前を与えると同時に副社長への就任の可能性。 さらには早くて1936年シーズンから監督就任の可能性も伝えていた。メディアの注目の中で、ルースは本拠地としてのボストンに16年ぶりに帰ってきた。ニューヨークジャイアンツとの開幕戦には2万5000人の大観衆が集まり、4から2でブレーブスが勝利。ルースは全得点に絡む。 大活躍を見せた。ボストンはレッドソックスの画像であったが、ルースの存在により、ブレーブスにボストン市民の注目が集まりつつあった。しかし、それ以降チームは低迷。5月20日の時点で7勝17敗と、ほとんどシーズンはすでに終わったも同然であった。ルースは、シーズン序盤は多少打ってはいたものの、怪我と不摂生のため守備と走塁の衰えは著しく、 ベースをのろのろ歩き回るのが限界であった。フッシュに契約前に空いている外野に入ってもいいと言われていたが、守備の衰えはあまりにもひどく、ブレイブスの投手陣は、ルースがラインアップにいる以上、マウンドに上がることはできないと、ボイコット寸前の姿勢を見せていた。マケシュニー監督もチーム運営に際して、ルースの助言を受け入れることは、ほとんどなく。 助監督と副代表としての役職は名ばかりであったということにルースは激怒。フッシュがルースに約束していた、球団の利益の分け前を与えるも嘘であった。それだけではなく、フッシュはルースにチームに資金を投資することさえ望んでいた。5月25日にピッツバーグのフォーブスフィールドで行われたパイレーツ戦、ルースは4打席4安打、3本塁打に6打点を挙げるも、 チームは7から11で敗戦。現役最後の本塁打となった一本は、フォーブスフィールドの場外に消える特大アーチとなった。その5日後の5月30日、ルースはフィラデルフィアで行われたフィリーズ戦に臨む。初回表に三振した後、その裏の守備の際に膝を痛めてそのまま途中交代となった。これが、ルースの現役最後の姿であった。 そして2日後の6月1日、ジャイアンツ戦が終わった後のルースは、新聞記者をロッカールームに集めて、現役引退を表明した。本当はルースは5月12日の時点には引退したがっていたが、フッシュがまだ全てのナショナルリーグの球場で、プレーしていないじゃないか、とルースを説得していたため、この日になった。最後となった1935年シーズンのルースの、 成績は打率。181、6本塁打という現役最低の成績だが、72、打数で、本塁打6本という数字を残している。しかし、チームは38勝115敗で終わるひどい、ありさまであった。このチーム成績は、MLB 史上3番目に悪い記録である。このシーズンを、ルース本人は、消してしまいたい1年と語っている。 シーズンオフには、コーチや監督としてのオファーを待っていたが、結局どこからもなく、ルースは、もしも、君が必要だと言われていたら、どこでも喜んでいったと振り返っている。現役を引退した翌九百三十六年、アメリカ野球殿堂の初期メンバー五名のうちの一人に選ばれる。その二年後の九百三十八年、ブルックリン・ドジャースのゼネラルマネージャーだったラリー・マクフェイルのオファーを受け、 ドジャースの一塁コーチに就任する。打撃の指導などの他に、若い選手にファンへのサービスが悪いことを注意していた。しかしわずか一年で辞任してしまい、これが MLB におけるルースの最後の仕事となった。第二次世界大戦中の1943年、ヤンキースタジアムで行われたチャリティーゲームでルースは代打として登場。式を選ぶ。 1947年には退役軍人の会であるアメリカンリージョンの少年野球プログラムの担当に就任した。晩年、ルースのヤンキース在籍時の背番号3、ニューヨークヤンキースの永久欠番に1948年指定。1946年、ルースは左目に強い痛みを感じるようになった。同年11月に、 ニューヨークのフレンチホスピタルを訪れた際、首に腫瘍があるのを発見される。腫瘍は悪性であり、左内形動脈を取り囲んでしまっていた。放射線療法による治療を受けるものの、1947年2月に退院する頃には36キロも体重が落ちていた。しかしこの当時、化学療法が飛躍的な発展を遂げていたことが、ルースにとっての救いであった。 ルースは、激しい頭痛や左生に見舞われていたが、テロプテリンと呼ばれる新薬が投入されたことにより、一時的に症状は緩和することになる。頭痛は回復し、体重も9キロ戻った。今では、ルースの病名は鼻咽頭がんの一種であったことが、わかっている。1947年4月27日、フルスヤンキースは、ヤンキースタジアムにて、ベイブルースデーを開催した。 健康状態は依然不安定であったものの、ルースは6万人を超える観客の前でスピーチをした。ゲイリックの、私は世界一幸運な男ですという有名なスピーチのように特別な名言があったわけではないが、ルースは心を込め、野球と次世代を担う子供たちに向けた愛情をたっぷり込めて話した。後にルースは、ベーブルース祭壇を設立させ、 恵まれない子供たちへのチャリティー活動を行う。このチャリティーへの募金活動のため、1947年9月には、ヤンキースタジアムにて、ベイブルースデーが再度開催された。1948年6月13日には、ヤンキースタジアム会場25周年記念のイベントに参加し、この日、ルースがヤンキース在籍時につけていた背番号、3が、 永久欠番に指定されることとなった。ルースは当時存命していた1923年当時のヤンキースメンバーとのしばしの再会を楽しんだ。しかし、ルースはもはやバットを杖代わりに使わざるを得ないほど衰えていた。この時撮られた写真は野球史上最も有名な写真の一つとなり、これによってカメラマンはピュリッツァー賞を受賞している。 ヤンキースタジアムでの同イベント3列直後、再び入院生活を送る。ルースは、当時の大統領のハリー・トルーマンからの電話を含め、3万通もの見舞いの手紙を受け取った。その大部分はルースが愛してやまなかった子供たちからのもので、それらの処理を手伝ったのが、クレア夫人である。今でも喧嘩が絶えない、ルースの墓1948年7月26日、ルースは、 自伝映画、ベーブ・ルース物語の試写会に参列する。これが、ルースが公式の場に現れた最後の姿となった。その直後から入院生活に戻ったが、すでに、ほとんど喋れないほどに衰弱していた。ルースの病状が、ますます悪化していることが周知の事実となる中で、病院の外には、記者やカメラマンが殺到し、数人の者しか面会できないようになっていた。 許されたうちの一人であった当時ナショナルリーグ会長、フォードフリックによれば、ルースは信じられないくらい、細くなっていた。彼は大男であったのにもかかわらず、腕はほとんど骨と皮のみになっており、顔も痩せこけていたと証言している。1948年8月16日、ルースは、がんのため、ニューヨーク市内の病院で死去。検視によれば、ルースの死因となった。 ん細胞は鼻と口から発生しており、それらが急速に体全体へと広がっていったことが示されている。遺体はヤンキースタジアムに2日間安置され、この時にルースに別れを告げるべくスタジアムを訪れた一般人は2日間でおよそ15万人を数え、そのうちのほぼ半数は子供たちだったと言われる。安置後、遺体はニューヨークセントパトリック大聖堂に移されて葬儀が行われ、 その後放送にあるゲートオブヘブン墓地に埋葬された。現在同所にあるルースの破壊の喧嘩は今も絶えない。ルースは1914年にヘレンウッドフォードと結婚するもヘレンはルースが浸る華やかな生活が好きになれず1926年あたりから別居生活を送っていた。1929年1月11日の火災によりヘレンは消子。 ルースは彼女にはかわいそうなことをしてしまったと死を悲しんでいた。ルースには二人の娘、ドロシーとジュリアがいたが二人とも幼女であった。ドロシーはルースとヘレンとの幼女であったが、後年その著書、我が父、ベイブの中で自らをルースのガールフレンドであったジュアニータ・ジェニングスの実施であると主張している。ジュリアはルースが再婚した妻、女優、 モデルのクレア・メリット・ホジソンの連れ子である。ジュリアは現在アリゾナ州に住んでおり、2008年9月21日に行われたヤンキースタジアムの最終戦にて、始球式の役を務めている。ルースとクレアは、オフシーズンをフロリダ州で過ごし、ゴルフなどを楽しんでいた。引退後、ルースはセント・ピーターズバーグからほど近いフロリダ州、トレジャー・アイランドに別荘を購入。 冬場はそこで過ごしていた。ルースは様々なメディアへの出演を果たした。1930年代から40年代にかけては頻繁にラジオ番組に出演を果たしており、自身の番組を持ってもいた。1934年4月16日から7月13日にかけては週3回、ベイブルースの冒険という15分番組が放送され、 その3年後の1937年4月14日から7月9日にかけては CBS で週2回ベイブルースは俺だが放送された。その他にも NBC などでレギュラー番組を持っていた。ルースが映画に初出演したのはヘアジンホームという無声映画であった。また、1928年のハロルドロイドの映画スピーディーなど、 いくつもの無声時代の映画に出演しており、そのどれもが大体は野球選手役もしくは本人役であった。その中の一つにゲイリックの死後に作られた映画打撃王がある。ルースの声はクラーク・ゲイブルの声に似ていたとされている。ベイブ・ルース・ルースは私生活でも派手好きで粗暴な性格ではあったが、その反面子供が大好きでファンサービスに熱心だったことでも知られている。 ルースの打ったファウルボールがファンの少年の抱いていた子犬に当たって後でその子犬を見舞いに行ったことがあった。また、ジョニー・シルベスターという野球好きの少年が落馬し、それが原因で瀕死の状態であった。両親がジョニーが好きだったルースに励ましてもらおうと無理を承知でヤンキースに連絡を取るとワールドシリーズの最中にヤンキースのメンバーのサインボールとルースが 水曜日の試合で君のために本塁打を打つと書いたボールが送られてきた。結果は3本塁打を放っている。このエピソードは約束のホームランか、それに類するタイトルでルースの伝記にはほぼ全て取り上げられている。映画では直接会いに行ったことになっているが、それは史実と異なる。もっとも翌年のシーズン終盤にジョニー少年のおじと名乗る。 ローシン氏が、その後のジョニーが順調に回復していることを報告して、礼を述べた際に、ルースは、それは良かったと喜んでみせたものの、シン氏が帰った後にそばにいたチームメイトに、ジョニー・シルベスターって聞いたことのある名前だけど誰だいと尋ね、呆れたチームメイトが、君が去年見舞って、約束のホームランを打った少年じゃないか。と教えると、そういや、そんなこともあったっけな。 と平然としていたという話が残っている。その後、ジョニーとルースが再会したのは、ルースが晩年に病気のために入院していた時で、かつての病弱な少年はたくましく成長し、海軍に入隊するまでになっていた。ルースが子供たちに優しかったのは、貧しい下町の不良少年だった彼自身の生い立ちと深い関係があり、彼は、 ファンの子供たちを幼い頃の自分と重ねて見ていたと言われる。実際、ルース見たさにヤンキースタジアムへ来るものの、お金がなくて入場券を買うことができず外に立ち尽くしている貧しい子供たちの姿を見て、ルースは彼らを気の毒に思い、係員に札束を渡して、これであの子たちに入場券を買ってやれと説得したこともあった。また、友人とともに、 ゴルフ場に行った時には入り口付近でルースを見つめるに三人の子供の姿を見て君らも来いよ。今日はいいプレーができそうだぞと誘い子供たちと談笑しながらラウンドを回り休憩時にはお菓子とジュースを振る舞ったという。ルースはいかなる有名人に対しても頭を下げずむしろ挑戦的、尊大な態度を示していたが子供たちの話題には弱かった。ルースが 暴飲暴食、不規則な生活で練習を怠け、成績不振の状態が続いていた1922年の11月、そんなルースを励ますパーティーの席上で一人の議員から国中の子供たちがラジオに耳を押し付けて、君を英雄のように思いながら君のプレーを楽しみにしているんだ。その英雄がこんな低たらくで子供たちを失望させていいのかと質問された時には、 ルースは涙を流して反省し、それまでの生活態度を改めて再び練習に打ち込むようになったという。ベーブルースとジョージャクソイ退治の通算本類だ714本は、当時においては続く記録が、かつての同僚、ルー・ゲイリックやそのライバルとされるジミー・フォックスの約350本であったことからも、その圧倒的な存在感をがうかがい知ることができる。ルースが今日に至る、 大リーグ間の形成に果たした影響は極めて大きい。通算本類七714本は不滅の記録と称えられたが、後にハンク・アーロン、バリー・ボンズの両名に破られた。しかし、通算長打率690と通算オプス1.164は現在も破られていない世界記録である。また、シーズン本類が60本というのは当時の記録であり、 試合数の都合上ペースとして見ると記録を破ったロジャー・マリスよりも早い。さらに、その後もマリスの記録を破った選手に薬物疑惑が絶えない点や、ルースの現役時代に使われていた球場のサイズは現在の球場よりも大きく、ホームランを出しにくい環境であった点を考慮すると、ルースの記録は今でも決して価値が下がってはいない伝説的な記録と言える。 薬物汚染により、現在、MLB の本類打に対する疑惑が深まる反面、ルースの純粋な力によって生み出された本類打記録は改めて評価されている。また、通算のうち10本が、ランニング本類打で1試合3本類打は、レギュラーシーズンでは生涯で2度しかなく、現役最後の本類打が出た試合で2度目の1試合、3本類打を記録しており、 ワールドシリーズでは2回1試合3本塁打を記録している。現在、ボルチモアダウンタウンのエモリープレイス216にベーブルース記念館があり、生前のルースの遺品や資料が当初にて保管されている。93回目の誕生日に当たる日に、ルースが生まれた家にファンが集まる感謝祭が開かれた。小さい家ではあったが、中はファンでいっぱいだったという。 帝国ホテル滞在中に日本の野球少年と交流するベイブルース1934年、ルースは自分の青年月日を1894年2月7日だと信じており、1934年にパスポートを申請した際に出生証明書では1895年2月6日とされていることを知った後も、それを無視して2月7日を誕生日として祝い続けた。 左利きであったが、文字を書くときは右利きであった。プレイヤーにかけられて回っている78回転のレコードのタイトルを読めるほど優れた動体視力の持ち主であった。セントメアリーに入れられた当初、それまで学校へ行っていなかったために読み書きができなかったが、実家が酒場で物心つく頃から、店のメニューの文字を毎日見ていたため、食べ物の名前だけは読むことができた。 それを知ったマシアスから、君も、毎日欠かさず努力を続けていれば、何でもできるようになると励まされたルースは真面目に、勉強に取り組むようになり、翌年には、修士で賞をもらうまでになった。もともと下手屋を目指していたため、ミシンの腕前は確かで、プロ入り後もユニフォームの修繕は、自分でやっており、時にはチームメイトたちのユニフォームの修繕を買って出る、こともあった。ルースは、 ことあるごとに、俺に1時間くれれば、シャツを4枚縫い上げてみせると、得意げに語っていた。セントメアリー校で、ボルチモアオリオールズからのスカウトを受けた時には、自分は下手屋になる予定だから、もう野球をしている暇はないと言って、最初はスカウトを断ったという逸話がある。セントメアリー校は、ラジオも新聞もない外部から隔離された環境であり、まして7歳から同校に入っていた。 当時のルースは野球にプロチームがあることさえ知らなかったのである。そこでダン監督が慌てて給料は年間600ドルですそうというと、ルースは好きな野球をしてそんなにお金がもらえるのかと大変驚き、今度はすぐに契約に応じたという。セントメアリーを卒業して都会に出たルースは生まれて初めてエレベーターに乗ってこれを面白がり、係の者にお金を渡して、 自分で操作をさせてもらった。しかし、当時のエレベーターのドアは現在と違って格子度であり、ルースはドアの隙間から首を外に出して、カイトの間に挟まれそうになり、周りの人々から首を出すな。挟まれるぞ。と言われなければ危うく、命を落とすところだったという。こうした世間知らずで子供っぽい行動も、ルースがベーブとあだなされたゆえんであった。少年時代、 赤い自転車が欲しくてたまらず、プロ入りして、初めての給料で購入した。すでに成人で、自動車を購入していてもおかしくない年齢だったにも、かかわらず、あえて自転車を買って、得意げに乗り回していたことで、やはりベーブだと、周囲から笑われていたが、本人は全く意に介さず、得意気に自転車を乗り回し、当時のニューヨークで、自分ほど得意だった人間はいなかったろうと。 十回している。その後、ルースは何台もの高級車を買ったが、その自転車を手にした時ほどの嬉しさはなかったという。車の運転はめちゃくちゃで、妻と友人を乗せ郊外にドライブに出た時は、荒いハンドルさばきから窪地にタイヤを取られ横転し、幸い全員無事だったものの、車は大破した。ニューヨーク市内を運転していた際は、スピード違反から、ルース死亡か。 と記事にされるほどの物損事故を起こした。それにより試合直前にもかかわらず、警察に身柄を拘束され、試合出場が危ぶまれたが、署内で、今俺をここに置いておくということは、まあ、大半しろと言ってるようなもんだと警察官に言ったと言う。ある新聞記者が、ルースの華やかな夜の生活を取材しようと、ルースのルームメイトに、夜のホテルでのルースの様子を聞いたところ、 そのルームメイトは、俺には、ルースのことはわからないよ。だって俺は彼じゃなくて、彼のスーツケースのルームメイトなんだからと答えた。ルースは夜通しで街を飛び回っていたということである。若手の頃は記者への対応が悪く、印象の悪さから、いつも悪評ばかり書かれていた。そこで記者に、なぜ、俺のことを悪くばかり書くんだと尋ねると、 君の私たちへの態度が悪いからだと記者は答えた。それを聞いたルースは、すまなかったと謝罪し、記者への対応が良くなり、記者たちも好意的な記事を書くようになったという。また、肘に大きな出来物のようなものができたため、手術で摘出するなど治療で練習を休んでいる期間、ルースは練習をサボっていると新聞などで取り上げられ、記者に詰め寄られたことがある。そのためルースは、 これを見てもそういうのかい,いと適室の手術で陥没した場所のある肘を見せ、記者たちを納得させている。ヤンキースに移籍してきたばかりの頃、打撃の調子が上がらないルースに、メディアは、ルース。満塁の後期で凡退など、悪いことばかりを記事にした。そのため、知人になぜ、ここの記者は悪いことばかり書くんだと文句を言った。 知人は、それは悪いことしか書くことがないからそうなるんだ。活躍すれば、それを記事にしてもらえるはずだと言われ、再び打ち始めると記事にも活躍したことが載るようになったという。ルースは、不良証言だった自分を初めて認めてくれた恩師の、ブラザー・マシアスを生涯にわたって尊敬し、実の父以上に慕っていた。ルースが、プロ入り後も、たびたび問題行動を起こし、 チームメイトたちや、球団の手に負えなくなると、チームメイトたちや球団はこっそり電報を打って、マシアスに来てもらい、ルースを諌めてもらっていたが、ルース自身は、マシアスに会えることが嬉しく毎回大喜びだったと、語っている。それでも、マシアスがルースにとって唯一頭の上がらない人物であったことは確かであり、ルースは、マシアスの恩を生涯忘れず、プロ入り後も、母校のセントメアリーを、 よく訪問して、後輩の少年たちを励まし、多額の寄付をしていた。さらに、ルースは、マシアスのために高級車を送っていたが、運転が苦手なマシアスは車をすぐに事故などで壊してしまい、その度にルースは心よく新しい車を送っていた。マシアスが亡くなった後、ルースは、自分の人生で最も悲しかった出来事が二つある。一つは母を失ったこと、もう一つは、 マシアス先生を失ったことだと語っていた。本格的に野球を教わり始めた時には保守を気に入り、本格的に守った最初のポジションとなった。しかしルースは左利きであり、当時から左利きの保守はほとんど存在しないためミットなど、一般には作成されておらず、特注しなければならない状態だった。そのため他のポジションを進められるが、どうしても保守をしたいと、 右利き用のミットを投げる方の左手にはめて、返球の際はミットを外し、取った左手で投げていたという。トールイソ指示には、動作が遅れるはずであるが、それでも、余裕で間に合うほどの強権であったため、捕手で定着する。そのうち投手や一塁や、外野も守るようになり、投撃の方では打率にして5割近い数字を残していた。セントメアリー時代のある試合で捕手をしていたルースは、 味方の投手があまりにも打たれてしまうので途中からおかしくなって笑いが止まらなくなってしまった。するとマシアスからそんなにおかしいのなら君が投手をしてみせろと言われやむを得ず投手として登板してみるとその試合で好投。そのため次の試合からは投手をすることが多くなった。マシアスはこの時ルースに投手をさせた理由としてルースの態度を今しめる目的もあったが 同時にもともとルースに投手の才能を感じていたためでもあると語っていた。結果的にこの投手転向がプロへの道を開くことになった。投手としてのルースも無失点記録を作るなど優秀であったがカーブを投げるときに下を出す癖があり自分でその癖に気づくまでは狙われることが多かったと言う。またヤンキース時代は投手として時々登板し高騰している。タイカップの ヒット狙いの打法、ホームランばかり狙ったりしなければ4割打者になれるぞと言われたことに対し、ルースは、あんたみたいな打ち方なら、俺なら6割はいけるだろうな。でも、客は、俺のケチなシングルヒットじゃなくて、ホームランを見に来ているのさ、とコメントしたという。カップから反論されると、実際に、本塁打を量産しつつ4割近い打率を残してみせ、これにはカップも、 ルースを認めるコメントを出している。また、この出来事が悔しかったのかカップは狙って、マスコミの前で本塁打を放ってみせたことがある。支給ばかりで、投手からまともに勝負してもらえなくなるのを避けるため、新人だったルーゲリックに目をつけ、自分の後を打つ打者として直接指導し、ゲーリックは強打者に成長。ルースとゲーリックの二人はリーグでも屈指の3番4番となった。 巷では、不仲説もあったが、実際の二人は、一緒に釣りに行くなど仲が良く、芸力が筋萎縮性即策効果症のために37歳の若さで亡くなった時には、ルースは芸力の死をとても悲しんでいた。打率が2割そこそこの打者に、ルースは、冗談で、君は、スイッチヒッターになれば、右打席2割、左打席2割で合計4割で4割打者になれると、言った。 するとその打者は冗談を本気にし、実際にスイッチヒッターになって、高打率を残したことがあるという。ドジャースの一類コーチをしていた際に若い選手に、ファンにサービスが悪いことをよく注意していた。ある時、若い選手が子供にサインをねだられたが、忙しいと言って、サインをせずに行ってしまい、子供は落ち込む。それに気がついたルースが、選手に注意をして、サインをさせる。さらに、 俺は、ベーブルースだと言って、サインをするというと、子供はその若い選手の時よりも喜んでいたという、話があるなど、引退後でも人気は健在であった。引退後のルースは、一時期ドジャースの一塁コーチに就任した以外、野球界との大きな関わりがなく、ルースを監督として迎え入れる球団もなかった。ルースは、選手としては優秀でも、 自分勝手なところがあり問題行動が多かったため、監督には不向きであると球団の経営陣から判断されたことがその理由であったが、新聞などでも野球の人気をこれだけ向上させた。彼がその野球界にこんなひどい扱いを受けているのはあんまりではないか、と報じられるほどであった。ルースはヤンキースの球場に観戦に行くと、自分の守っていたポジションに代わりについている選手をよく、 眺めており、野球界に未練があるようだったという。また、観戦に訪れると、アナウンスで、ベイブルースということを紹介してもらえ、その度に歓声が上がり、帽子を取って、挨拶をしていた。日本遠征時のルースと語らうかやのみや常ねのりを、年し批判半身甲子園球場にある、野球王、ベイブルースの日レリーフ、日本遠征の史実を後世に伝えるため、 ルース没後の1949年、松甲府により制作された。また同様のレプリカが2005年、ボルチモアの総合スポーツ記念館へ寄贈されている。日本球界との関わりで言えば、1934年11月2日から12月1日にかけて全米選抜チームの一員として訪日している。航空便による移動が一般的でなかった時代、長い船旅を 当初は渋っていたが、鈴木壮太郎が、ルースが散髪屋にいるところへ、アポなしで訪れ、ルースの似顔絵を対処したポスターを見せて説得したところ、そのポスターを大いに気に入り、快諾した。日本に向かう船の上でも人一倍練習に打ち込むなど、やる気十分であり、いざ訪日すると、雨天の中盤傘を差して、守備練習をするなど、持ち前のショーマンシップを発揮し、 日本に野球人気を根付かせるのに大いに一役を買った。特にルースと直接対戦した沢村栄治の名を今日まで伝説化することになった全米軍クリーンアップを4連続脱三振の逸話では最初に沢村から三振に切り捨てられている。なお、この試合は秋口に行われ気温は高くなくヒットで出塁した沢村にセーターを着せに行くなどの スポーツマンシップを見せ、さすが大リーガー流行ることが違うと観客を感心させた。試合後、全米選抜チームの訪日歓迎パレードが行われた。この時の日本人たちの歓迎はアメリカでワールドシリーズで優勝した時以上のものであったため、ルースは大変喜んでいた。訪日の印象を何百万人ものファンが心の底から迎えてくれていることを肌で感じている。 銀座の通りは何キロにも及ぶ歓迎の列が並び英雄のような扱いを受けたと振り返っている。戦時中には反日勘定から日本人にもらった陶器などを割ったが終戦後にこの時の歓迎のことを思い出し後悔していたという。また、真珠湾攻撃が信じられないとも語ったという。百三十四年十一月十六日の国内東図球場での日米野球は 雨が降っていたにもかかわらず、大勢のファンがルースを見ようと詰めかけた。全米のコニーマック監督も、観客が待っている以上、試合をすると決めると、先頭を切って、グラウンドに入ったのがルースだったが、その時は番傘を差し、長靴を履いていた。また、試合中も番傘を差したまま守備についた。打撃ではこの試合で、本塁打を打っている。アメリカ野球殿堂に置かれた。 ルースの名国版、ありがとうございます。